3月11日の、震災はやっぱり学校と家庭と地域の関係をもう一度 見つめ直すにあたって大変大きな契機となる、震災だったということはご了解いただけるんじゃないかと思うんですけども場合によってはそれまでの11月からのそこまでの審議を、もう一度全部こう転換し直すような、そういう、意見もそこには出たんですけども、結果としてはそれ前の審議を踏まえながらそういうプロットを立ててということであったわけですけども最後の5つ目というのは震災の被害からの復興復旧ということと、学校の再生というのはまさに総合的にこう展開していかなくちゃいけないんではないか震災の支援ということとその推進力となるのが学校の再生だというこういうふうな、ことをそこに掲げたわけですけどもご承知のように5月とか6月あたり政府で復興会議等々で、その先の提言等々が出たわけですけどもあれはどちらかというとこう教育には直接的に関わるということよりもむしろ全体的な経済とかそちらの方をシフトした重点的な提案だったわけですけども私どもはこの提言をまとめるにあたって常にその対策委員会等々のそれを横目で見ながら、議論した時期があったんですけどもその提言等々が申し上げましたように経済の復興復旧というこちらの方が比較的大きなウェイトを占めていて教育の部分がないというふうなそういう認識のもとにむしろこれは教育の立場からの、復旧復興の提言でもあるんだというこういうことで学校の再生が地域の再生につながっていくあるいは地域の再生は学校を核にしながらそれを進めていくんだというのはこの、立場でありましてで、なんていうんですかね正直なところもし私が個人的に今これを個人でまとめるとこれが一番最初に出てきてですねそしてその後に先ほど申しました1つ目2つ目3つ目というふうなそういう、ふうに、組み立て直したいなという思いも、個人的には非常にあるんですけどもただ、総意としてということでこういう形で、5つ挙げられているわけでありますけども、この5つの提言というのを例えばコミュニティスクールというのも今からコミュニティスクールが始まるわけではもちろんないわけでこの10年歩みがあるわけでありますでその10年の歩みで足らざる部分あるいは考え直さないからいけないそれをもう一度踏まえながらこれから目指そうというそういうことであったりですとかあるいは学校評価もすでに数年前からスタートして地域の方々も加わっているわけですけどもそのありようをまたどういうふうに修正してこれから先へ行こうかとか、それらこれらを一つ一つこう議論を重ねながら現在の時点での、トライをしそして提言にまとめさせたというまとめさせてもらったということが、この流れであるというこういうことで、あります。おそらくそれぞれの地域ではそれぞれの歩み方が当然 あると思うわけで、あります。そこの地域の方々の考え方ですとか、地域と学校との歴史ですとかいろんな条件等々があってということで、基本的にはこの今回のそのコミュニティスクールの歩みというのはやはりそういう、 こう多様性 を大切にするというふうなことで要するにコミュニティスクールに至るプロセスというのはワンパターンでですねこれこれこういう歩み方こういうことがワンパターンであるということよりもそれぞれがそれぞれとしてあってそれぞれとしてそれぞれで作られていくというふうな私はそこがところが非常に大切なんじゃないかと捉えて、おります。で、それらのそういうことをこうご一緒させてもらった場合にやはり基本的にはですね学校とそれから保護者の方と地域の方と教育委員会のこの相互の関係が基本的に信頼関係が形成されているっていうんでしょうか信頼関係の形成の中でこれらが作られていくということが関係が作られていくことが基本的にやっぱりこれらのことを進めていくにあたって一番ポイントになってくる、ところだとというふうに、思います。どういう経過を経ながら信頼関係を作り出していくかどうかそのあたりのところというのにしっかりと見届けなければいけない点じゃないかと思います。でその上にですね今度は学校の立場から見た場合に学校の立場から見た場合に新しい専門性というのが実は提起された問われたということであるんじゃないかと思います。学校関係者の方もここにいらっしゃるかと思うんですけどもそれはどういうことかというとこれまでは先生方のそういう専門家集団
をどういうふうに組織して束ねていって、そして成果を上げるかという、成果っていうのは子どもを育てるっていうことですけども、そのためのノウハウとか仕組み作りとか基本的な考え方についてはお持ちなんですね、というふうな、ことなんですけども、先ほど言ってるように説明責任開かれた云々、そういう、関係の中で新しく関係づくりが問われているわけで、そうすると従来の持っている専門性と称されるものっていうのが場合によってはもう古くなってしまってる、あるいはやはり新しく更新していただかないといけないところに出てきてるんじゃないかという、こういうことであります。そういう地域の方々とつながりながら改めて学校のありようを作っていく場合には、そこに新たなる課題が提起されている、それを受け止めて、そしてそれを従来の見つめ直しながら新しいあり方を考えていく、そういう物事の捉え方、見方、ノウハウの開発、ここのところに専門性が問われている、期待されているところっていうのがあるんではないかと、というふうに思っています。でそういう意味において地域の、人材という言葉自体あまり、地域の立場の方からすれば、ちょっとカチンとくるっていう方もたくさんいらっしゃるかと思うんですけど、地域の方々をどういうふうに糾合しながら、それをプラスにうちの学校のマネジメントに使いこなし、使って生かしていくかどうかというふうな、そういう観点からの、ノウハウの開発、これが言うところの先ほどマネジメントっていう中身、総合的なマネジメント力の強化というところの中身につながってくる、部分だと、というふうに思います。でそれからもう一つはですね、まあ言うならば先生方が持っているそういう専門性ということと、地域の持っている方々のそういうものとをどういうふうにこう互いに住み分けながら、なおかつそれを接合させながら学校というありを作り出していくかどうか、その住み分け方とつながり方、このあたりのところのノウハウというんでしょうかね、地域の方がどっと土足で学校の中に乗り込んでいくようなスタイルの、それっていうのが新しい望み方はどうなのか、かたや学校はガードを固めてそれらについては一切跳ねつけるというふうな、もしこういうふうな関係だとすると、基本的にはそこからはプラスの方向というのは非常に生まれづらい状況であるというのを分かりいただけるんじゃないかと思うんですけども、それぞれがそれぞれとしてあって、それぞれがそれぞれとしたものをつないでいくとか、結びつけていくという、ここのところにどういう目を注いでいくのかどうなのかというようなことがポイントになってくる点じゃないかと思います。でそれにつけてもですね、コミュニティスクール、まずは現在のところ数は少ないかもしれませんけども、先ほど申し上げたいくつかの学校がすでにスタートして数年経過してます。そのなんていうか、よしあし様々あるじゃないかと思うんですけども、そういう実践された知識、実践経験されたノウハウ、それらが共有されていくということの必要性、大切さが今現れてるんじゃないかと、というふうに思います。で今日そういう意味では今日その携わっている方もこの中にはたくさんいらっしゃってるんじゃないかと、というふうに思うんですけども、そういうご本人のご経験、それぞれの学校の体験、それをそのところにとどめずに伝えていくとか、共有していくとか、あるいは互いのそういう知識、実践地の吟味というんでしょうか、ということをするということが大切になってきてるんじゃないかと。で差し詰めそういう点では今日の午後の分科会等々はその一つに、なっていくんじゃないか、なっていくといいかな、なんていうふうに、そんなふうにも思っているわけですけども、足りないうち の, コミュニティスクールでは足りないものが実は隣のこちらのノウハウに実は存在してたということも、あるかもしれません。あるいはもう一度うちの、取り組みを他の比較において見つめ直してみたときに、新たな新基軸等々も見えてきたという、こういうこともあるかではないか、その実践地の交流ということが大切なんじゃないかと思うんですけども、その基盤となっているのはやっぱり多様な形でコミュニティスクールが歩んでいるという、ここの部分がじゃないかと。どこも同じ金太郎飴のごとくということになったときには、今とちょっと状況が違うかもしれませんけれども、それぞれがそれぞれとして の, 地域等々を基盤にしながら動いているということの女性大切さがあるんじゃないかと思っております。学校の教育において子どもが育てられる、
そう、あの子供が成長する、あのそういう姿をお父さんお母さんがあの見届けることが、あの何よりもあの学校に対する肯定的な保護者の立場を取っていただける一番のポイントなんじゃないかとというふうにあの思っております。で、子どもが育つですから、学校はやはり先生方は力を合わせていただいて子どもを育てていただく。で、その子どもを育った姿を保護者の方が受け止める。その受け止めた保護者の方がまた成長する。で、その成長するメッセージが先生方を支える。先生方が支えることがまた子どもたちの成長につながっていく。こういうあのいい循環があのできるということが大切なんじゃないかと思います。ところがあのその逆の循環も現実にはあの存在しているというところも残念なんですけども、またもう一歩見届けなくちゃいけないところであるかと思います。その逆の循環をいい循環にどうあの契機を持ち、そしてあの転換していくかどうかということがあの定番あの基本的になってくるかと思うんですけども、そこでもう一度改めてですね、協力参加参画というこのこと3つの言葉ちょっと持ち出したいと思うんですけども、協力という言葉と参加という言葉と参画という言葉ですけども、あの日本の学これ学校とあの地域保護者との関係でということです。日本の学校は長らく先生学校は保護者の方に地域の方に協力を求めてきたんだと思います。で、協力を求め、それに対して保護者の方地域の方はそれに十分応じられてきたんじゃないかというふうに思います。あの学校の求めることについては協力するという、こういうのが基本的に保護者の方、これが日本の学校を私は支えてきたんだと思います。ところが今日冒頭申し上げたこの10年20年そのあたりのところの関係づくりが非常に難しくなってしまっているというのが今であるわけですけども、でそこでもう一つキーワードが出てきているのが参加とかあるいは参画という言葉だと思います。ですからあの例えば生活科の授業であのお父さんお母さんちょっと協力してほしいと、あの子どもたちに街の中へ出るから安全なところにちょっと立っていただいて、ついてはちょっと安全確認してほしいと、こういうことはいろんな地域で見られるようになりました。で、保護者の方はそれに応じて協力をしていただいているわけであります。で、そういう協力の場面だときには保護者の方はやはりこうした方がいいんじゃないかと、ああした方がいいんじゃないかと言葉は当然出てくるはずなんです。授業の中でもっとこう子どもの立つ位置が、学校はこういうふうにお願いされたけども全体を見るとうちの地域はここのところはもう少しというのは、むしろ地域の人だから言えるところっていうのもあるんじゃないかと思います。そのことにすでに参加という言葉が入り込んでいるというふうに捉えていただいてよろしいんじゃないかと思うんですけども、やはり保護者の方も意思があるわけであります。それをどう受け止めていって学校との関係を作っていくかということがあの新しい事態ですし、さらに参画という言葉というのはあの共に計画をという段階に入るわけですので、コミュニティスクール等々というのはそこへ の道筋というんでしょうかというふうにあの捉えていただいてもあのよろしいんじゃないかというふうにあの思います。で、あのいずれにしましてもですね、あの学校は家庭地域の支えがないと学校は成り立ち得ないと思います。で、19世紀20世紀の学校はあのある意味で国が非常に強い力で整いましたから、少し地域との関係が怪しくなってもでも学校は維持されたというのが19世紀20世紀の学校だとすると、21世紀の学校はしっかりと地域が支えていただかないと学校は非常に不安定になってしまうというふうに申し上げてよろしいんじゃないかというふうに思います。で、いずれにしましても常に学校は支えられながら今に至っているわけですけども、これまでの支えられ方というのが協力という言葉の中で支えられてきた。学校は地域から家庭からの協力があってということがこれまでだったとするならば、むしろこれからは共同という言葉、共同の同はあの人間に働くということでありますけれども、むしろ学校と地域の共同の関係で学校を支えていくような、そういうことがこれからの方向としてあの考えられるんじゃないかということであります。で、そこには PTA の役員の方が PTA の方があったりですとか、地域の方があったり保護者の方があったりとかというふうな、こういうふうな、ことが申し上げるんじゃないかと思うんですけども、あのそういうことを受け止めていただくと同時に、地域の方々それぞれというんでしょうか、もそれなんですけど、こういう状況を作り出すには学校の関係者も地域の関係者ももう一度改めて私どもは公というものをどういうふうに捉えていったらいいのかどうなのか、もう一度それをあの見つめ直す、考え直すところに来てるんではないかとというふうに、あの思います。
まあ、現場等でですね、すでにあのコミュニティスクールを含めた、まあ、地域とともにあるっていう学校づくりをですね、実践してこられた方々にですね、まあ、お話を聞きながらですね、よりあの深めていただければと思います。一番分かりやすくですね、申し上げれば、まあ、これよ、まあ、皆さん方もよくお聞きになると思いますけど、1日は24時間ですよね。これは子どもも大人も同じですよね。で、子どもの生活は学校生活が大体3分の1が8時間がまあ学校生活、あと3分の2は地域社会、ご家庭でと。で、学校教育でですよ、学校教育で例えば朝読書をして、皆さん本をたくさん読みましょうね。 OECD の調査でも日本の子どもたちは本を読まない、ね、バーチャルの方に行っちゃって本を読まないっていうのは、そういう指摘も、まあ、強く出されておりますけど、そういう意味で学校はですね、読書活動を盛んにしようというふうに取り組んだとしてもですよ、ご家庭や3分の2の生活をするご家庭や、地域社会でそういったことについて冷淡であるということであれば、これは効果は薄くなるのは当然ですよね。ですから、そういう意味ではね、学校の方向と、地域社会、ご家庭の方向がですね、同じ方向を向いて、そしてまさに共同、協力して働く共同のですね、取り組みということになれば、これは必ず子どもにいい成果が現れるのが当然と、こういうわけですよね。ですから、いかにこの子どもの課題についてもっと良くしたいということをですね、願うならば、学校の質をもっと上げたいと願うならば、やはりこの皆さん方それぞれの立場で、やはり当事者意識を持って、評論家でこう眺めて、ああやればいいとかね、ああしっかりやれよという、そういうことじゃなくて、一緒に自分たちは何ができるかということで、当事者意識を持ってですね、しっかりと関わるという中で、これを取り組むということによって大きな成果がある。これ新しい公共、これちょっと引用してあります。これ22年なんですが、まあ、この考え方とコミュニティスクールの考え方というのはまあ一致するわけです。で、新しい公共、これはご承知の通り、官だけではなく市民、NPO、企業、まあ、などが積極的に公共的な財サービスの、提供主体になると。で、いわゆる行政だけじゃなくて、まあ、市民を含めたいろいろなあの、まあ、セクターが公共を支えるという考え方なんですが、学校運営協議会、これもですね、学校の経営運営を校長先生、教職員だけで行うんではなくて、その意思決定の過程、あるいはプロセスに、市民、あるいは保護者、あるいは NPO などもですね、関わり、そして学校の運営を支えていくという考え方からすると、この辺の考え方が一致するわけです。私はその辛口の友人であり、最大の応援団である学校運営協議会と学校支援地域本部のような、まあ、汗を流し共に動くところにいまして、一番思っていますのは、日常のコミュニケーションが大事であるということと、ある日突然学校と地域の関係が変わることではなくて、一つずつ小さなことからみんなで共有した成功体験が重ねられて、いつの間にか変わったということがあるのではないかと思っています。で、海野先生おっしゃったんですが、大人も学ぶということを私もすごく感じています。つまり生涯学習でいう、自分たちが学ぶという、何か学習歴史講座で学ぶという学びではなくて、新しい価値をする、どうやって市民として関われるか、どうやって学校と地域の関係があるかという新しい価値を知る学びだと思いますので、それを皆様と一緒にやっていきたいと思っています。ピンポイントでこの先生をとか、そういう内容は受け付けられませんと言っています。そして、じゃあどういうものがいいのかということもきちんとお話ししています。それは、ある学校が教育課題をがある、その教育課題を解決していくために、組織力を高めていくために、こういう力を持った教員が必要であると。なので次年度の人事についてはこういう力を持った教員の配置を望むというような意見を書いて出してくださいと。で、これは私は指導企画課という課におりますが、人事課の人事主事ともよく話をして、このように説明していこうということで、やはり課が違いますと違うことを言ってきません。足並みをやはり揃えていくということが非常に大事なのではないかというの、まあ、世田谷区、まあ、先生方は、
まあ、私どもから言えば東京都が人事に要求を持っております。従いましてそこに運営委員会から出た意見があればそれを東京都の方に具申するという形になろうかと思います。で、私の今知る限り、長くいるんですけれども出てきたのが2件ぐらいだったかなと思います。その内容というのは何かこの先生が良くないから変えてくれということではなくってこの先生を残してくれと部活動が投げられないから移動年限来てるけど残してくれと、まあ、こういう内容です。要はプラスって言っちゃおかしいですけどそういう形です。ある面では考えてみればこれは当然かなと私は思っております。あと運営委員会 の、 あの権限と責任のところちょっと触れますと、世田谷区では基本的に運営委員会は傍聴可能です。日にちを必ず保護者の方地域の方に伝えて、いつでもどうぞ。実はあまり来ないんですけれども、オープンにしています。ただ人事とかあの、まあ、個人の子どもたちの話になるときにはじゃあここまでですということで退席をお願いする場合があります。過去に私の経験では3回ぐらいそういう場面がありました。あと報告も毎月どの学校も実はあの世田谷区の半数近くがもう地域運営学校ですけれどもどの学校からも学校運営委員会頼りという形で出してできるだけなあの話し合っている内容をオープンにしていこうという、それがまあ裏返せばその責任にどういう話をしてっていう最初にありますね説明責任ですね、そういう部分で果たしていると私は考えています。もちろん守秘義務についてもあの守っていただくようにしております。運営委員 の、 あの責任とかそれから立場というものについては本当にあの最初にあの区の方から説明会があってその時にあのこういうことをきちんと守ってくださいということは言われてあの引き受けしています。そして運営の中には学識経験者の方あの保護者の方卒業生の方地域 の、 あの何人かもあのメンバーとして入っていますのであのその会としていろいろな議題に基づいて話し合いをするということが今私たちの中では行われていることです。23年度学力向上アクションプラン、これはあの横浜市でどの学校でもこのような形で計画を作って皆さんにあの地域の皆さんにも保護者にも提示するということになっておりますがこういう形で提示をさせていただいているものがあります。でこれに沿って学校評価を行っていきます。でもちろんあの子ども向けに聞く内容についてはこの中期方針といいましてもこの言葉では聞きません。もちろん学校は楽しいと楽しいかなとか友達がたくさんできたかなとか授業は分かりやすいかなとか今あの勉強頑張っているかなっていうような子どもたちの言葉で聞いていきます。つい先ごろ保護者の方や児童の皆さんの評価さらに先生方が、忙しい中熱心に大変ご熱心に、検討されておられる。それも率直にですねご自分たちの事業を見つめられて、おられることを本当に素晴らしいなということを思っております。さらにそんなことから私たちも一生懸命取り組ませていただかなきゃいけないなと応援させていただかなきゃいけないなとそんなふうに思っております。ありがとうございます。とてもあの大事な視点かなというふうに思っていてやはり川崎市も不登校やそれから特別支援教育というのはとても大事だなと思って、力を入れているところです。であのずっと私も見てきていますが上丸子小のお子さんたちはやはりいつも地域の方保護者の方見守ってもらえるそして、教職員もそれから子どもも親も、地域もみんなで同じ、喜びや楽しみを味わうことがとても多くてそういう意味であ自分たちは大切にされてるなっていう実感をね子どもたちがいつも持っているのかなっていうふうに思っています。先ほどあの飯塚教諭の方からサポーターっていう言葉があって学習支援ティーチャーとどう違うのっていうところだったと思うんですけれども一応やはりあの学校さんへの人的支援ということで、特別支援サポーターというのとそれから教育活動サポーターあるいは理科支援員など、人的配置をあの委員会の方でさせていただいています。でそのサポーターさんにはあの元教員とか
それから、まあ、確かに大学生さん、教員を目指す大学生さんなどもいますけれども、やはりあの切れてあのちょっとパニックを起こしてしまうお子さんが出たときにそーっと連れ出していただいたりとか、そういう意味であのサポートをしていただいているということで、ちょっと学習支援ティーチャーとはあのちょっと違うかなということでご説明しました。貝丸子小学校で特別支援学級というのがあるんですけども、まあ、特にその問題があるとかというのは聞いておりません。日々の授業の様子や日々の、いわゆる我々の指導の様子、子どもたちが身につけている、知識の様子などを評価するっていうのはやっぱり難しいんだってご意見をいただいたんですね。でそれはどの運営委員さんからも、同じようにいただきまして、であれば少しでも、我々と同じ方向を向いて、だから子どもたちの学習の様子を日々見ていただいて、学習の時間に入っていただいて、その様子を見た人にだけは正しい評価をしていただきたいなって思ったのが、学校評価をサポートチームから外し、逆にあのサポート先生ですね、サポートティーチャーを入れての授業を打つことが評価につながるだろうって思った流れなんです。ですから授業とか学習というのは教育活動を全部を見ていただきたいんですけど、その中の日々の学習がなかなか見えない、日常の学習がなかなか見れないので、それをじゃあどうやって見ていただけるかなと思った一つが、学習支援ティーチャーとしての、たくさんの保護者や地域の方たちに入っていただくという方法なんですね。保護者の方はですね、そのアンケートを実際には取りまして、自分が、保護者の方がですね、まあ、例えばこの教科ならできると、例えば昔、書道をやっていたので書道に入ると、算数が好きだったので算数入る、国語、まあ、そういったことで、まあ、自分からですね、やりたい教科を、まあ、そのアンケートの中に丸をして、まあ、応募するような形になります。であとはですね、まあ、それに伴いまして、当然ですね、まあ、いろいろご家庭の事情もありますので、事前に入れるとき入れないとき、こういうのを連絡いたしまして、入れるときには入っていただくというような形で進めております。あと地域の方についてはそういうことで、まあ、若干少ないということはあるんですが、まあ、例えばそれ以外にでも、まあ、今月もありますその上丸子文化祭の時にですね、いろいろ昔遊びですとかそういったことで地域の方々がですね、学校に来ていただいて、子どもたちに実際そういった、まあ、学習のみならず、まあ、交流を図るといった部分はもうずっと続いているような活動になっております。先ほど言いましたように、土曜日にいろんなおじさんとかお兄さんとかが来て悩みを打ち明けれるというのはすごくアドバンテージがあると思います。何人かやっぱり学校でつまらない、いじめられたっていう子が、そういうお兄さんに相談する機会っていうのが1週間に1回あったり、また部活動に来ている、おじさんだったり、そういうところで言うと、いじめの温床が少し少ないかなというふうに思います。ただ、これはまあ実情ですけど、いじめがなくならないことはないくらいに思っているので、じゃあどう対処するか、これは逆に言うと先生方と、保護者との信頼関係で、成り立つんだろうなというふうに思います。